った。気に入らないわけがないだろう。これ以上幸せなことなど存在しない。むしろ幸せすぎて怖くなってきたよ。このまま眠りについたら二度と目覚めないかもしれない。え、そんな冗談さ。お前さんはどうやらまだまだ学ばなければならないものがいっぱいあるようだな。そうなのかしら。ピンチおじいちゃんとカリロエ、すっごく嬉しそう。いいな。ディオナ、ピンチを連れてきてくれてありがとう。あなたという友達のことを永遠に覚えておくわ。私たち昔は結構お話をしたけど、私お邪魔じゃなかった？そんなことないわ。あなたはこの星空の下にいる私の数少ない友達の一人だったから。あなたにあげた贈り物もきっとあなたと共に成長していくでしょう。あ、ディオナが作る飲み物が何でも美味しくなるのは精霊による祝福だった。僕の純陽の体も誰かから授かったんだろうか。この体もうじき消えてしまうわ。ピンチ、どうしたんだい？あなたと出会ったこと、あの夜あなたに話しかけたこと、一度たりとも後悔したことはないわ。この長い時間の流れの中で一度たりとも。俺だって同じさ。人々の言い伝えには一つ間違いがあった。あの夜私はあなたに口づけをしなかったのだから。だから今、制約と愛を象徴するこの贈り物をあなたにあげるわ。もういいぞ。彼女は行ってしまった。なんだよ、カリロエのやつ。まださよならを言ってなかったのに。フィンチおじいちゃん、大丈夫だ。彼女は少しも遠くへ行ってはいない。言っていただろう、清泉と共にあるとな。俺たちの周りに、夢の中に彼女はいるんだ。おや、帰ってきたね。なんだか付き物が落ちたみたいだ。フー同士なら一足先に刺繍を出すんだって息巻いて言っちゃったよ。今頃自由試作の原稿が届くのを待ってるんじゃないかな。彼女曰くこれはサービスの一本化らしいよ。どこに行ってたんだい？ずいぶん待ったんだぞ。
インスピレーションが足りなくて急遽探しに行ったんだよね。道中素敵な詩に出会えた？吟遊野郎、お前まさか最初から。そうそう、オイラたちに美味しいご飯をごちそうしてくれる約束だったもんな。あれ、そうだっけ。いいよ、そこまで言われちゃったらちょっと逃げられそうにないね。じゃあリオナに美味しいドリンクを作ってもらおうかな。うん、絶対嫌って普段なら言うんだけど、今日は機嫌がいいから特別。うん、結局君たちは一体何をしに行ったんだ。なんだい、この僕だけ仲間外れな空気は。そうか、気のせいだ。深く考えすぎるなって。そうですよ。僕たちはその財布のために少し遠いところに行っただけです。ほう、ミカさんまでそんな風に言うとは。ジョエ、こっそり僕に教えておくれよ。今思い出したんだけど、君が興味を持ちそうなお化け屋敷があってさ。断言しよう、今度こそ君の純陽の体は通用しないぞ。気持ちは嬉しいけど、今回は遠慮しとくよ。僕はこの純陽の体もそんなに悪いものじゃないかもしれないと思い始めた。え？どういうことだ？間違いない。やっぱり何かあったんだ。
Thank you.